直列機の勉強でやっぱり大事なのって偏らせることだと思うんですよ。この科目はまだ伸ばせるけど、この科目はもう伸びないだろみたいなのが多分出ると思う、うん、で捨てるところに未練を残さない直前期の勉強っていうのは量で勝つんじゃなくて完成度で勝つってことを考えてるとかいうことですね。精神がなかったら受験なんか乗り切れないですから。3割ぐらいしか取れなかったら8割9割取っていう認識のかな。おでは始まりました、アムチェチャンネル。さあ、今回は中見先生においでいただきました。ハローゼラ。まあ、この動画が出る頃にはもう共通テストですね、終わってる人が多いと思うんですが、はいはいはい、二次試験国立どうしたらいいんだってね、はい、まあ、ちょっと行われるかどうかも心配してるところが、ね、はい、ありますけど、はい、一応二次対策どんな感じでやっていったらいいってアドバイスしてます、はい、まずですね、一番大事なのが一つあって、はい、なまってると思うんですよ。はいはい、なるほどなるほど。要は共通テストの対策ばっかりやってたと思うんで、うん、直前期はなので、まず訛りを解消するっていうことが、まあ、重要かなと。なるほど。いわゆるマーク式とかに慣れちゃって、はい、記述やってなかったとかってことですね。そうそうです。純粋に書くの遅くなってたりとかもするし、あとその共通テストよりも長い試験なんかだったりすると集中力が持たなくなったりとかっていうのもあるし、はい、割と基礎を忘れてたり、特に数三とか共通に出ないところとか、はいはい、数学でも証明問題とかは多分共通テストの時あんまやってないと思うんで、うん、まあ、そういうところが結構訛ってると思うんで、まず訛りを取り戻すことが大事かなと。なるほど、書きは本当そうですよね、はい、本当にスピード重要ですからね。もうどれだけ早く書けるかによって解ける問題の数変わっちゃったりしますからね。そうなんですよね。時間さえあれば解けるんですよって言ってたら、それ本番で点取れないって言ってるのと同じことだからなって話なんでそうその通りで、訛りがある程度解消したらやりたいのはやっぱ過去問ですね。何出るのか分かってないとっていうのは、はい、あるんで、例えばその英語でも、まあ、森田先生も指導されてると思いますけど、英作文が出るって言ってもどういう英作文出るのかとか、はい、長さどんなもんかとか、うんうん、大問どれぐらい出るのかとか結構違いますもんね、はいはい、そうなんですよ、本当にバラバラですからね、はい、であと大学ごとに書かなきゃいけない長さが違うから、これ国語とかでも記述の量とかによってだいぶその難易度変わってきたりするんで、その傾向を知っておくことが大事で、かつその後何割欲しいかで何足りないかをもとにどっから潰すかみたいなことやってみたいなイメージですか。そうですね、どっから潰すか。そうですね、前に動画でも話してましたけど、こうやっぱ過去問っていうのはそういうのに利用するって言ってましたもんね、はい、直前期の勉強でやっぱり大事なのって偏らせることだと思うんですよ。はいはいはい。要は全部を中途半端に手出しちゃダメだよっていう、一個ずつ仕上げていって点数を確保するのをいくつやるかっていうふうに考えていかないと。なるほど。やりたいことを全部やっちゃうと、まあ、時間足りないよって話ですね、うん、そうですね、リスト化するって言ってましたもんね、リストアップして、はい、特に大事なのはやっぱ記述回答の書き方を身につけることじゃないかなというふうには思いますね。なるほど、はい、まあ、記述勝負になりますもんね、ね。で結構みんなありがちなのが、自分の中での回答の基準を持ってて実際のルールが分かってないってこと結構多いかなと思うんですよ。なるほど。要するに減点食らう回答を書いてて、その減点を食らうことに気づいてないみたいなことを、森田先生の中でもその英作文なんかで、要はこれ訳したら確かに訳上は合ってんだけど、うん、でもこれ採点したらめっちゃ減点されるねみたいな回答ってよくないですか。はい、ありますね、はい、もう日本語で自分の頭でできたものを英語に直してて、はい、もうまあ論理もめちゃくちゃだし、はい、なんかもう頭の中でもその前提をこう分かってるでしょみたいな感じで書いてると、はい、いやいや字には何も出てないからこっちには分かんないよとか、はい、文法ミスがすごく多かったりとかですね、ありますね。あと要求されてる方に合わってない回答というか、はい、質問のキャッチボールに答えてない、そうですね、回答になってたりとか、あとは指示語を明らかにしてないとか、うん、省略を明らかにしてないとかっていう、はいはいはい、まあ、古文なんかも結構これ多いんですけど、古文とかって普通分かりやすいように場面を補った上で書かなきゃいけない回答が多かったりするんですけど、うんうん、省略されたのをこのまま省略して書いちゃうから日本語として成立してないみたいなこと結構あったりするんですよ。なるほど、そういう補ってやったりすることが重要になるわけですね。はい。あとはその過去問解いていく中で、特に理系なんかだと、例えばここの入試問題は大問1個絶対その数三のこの範囲が出るよとか、小問集合があるよとか、まあ、その辺のその傾向の違いっていうのはやっぱあるとは思うんで、その辺を把握しておくのはすごく大事かなと思います。なるほど、それは大事ですね、絶対やっとかなきゃダメですね、はい、でその偏りっていう部分では、この科目はまだ伸ばせるけど、この科目はもう伸びないだろうみたいなのも多分出ると思うですよ。だからそこも結構見極めなきゃいけないかなって感じですかね。あと科目内でもありますよね、この分野とか、はい、ここは伸びるだろうとか伸びないだろうみたいなのありますもんね。であとこれ大学も多分変えるケースあると思うんですよ、はい、例えば共通テストの点数受けてみた結果、まあ同じぐらいの偏差値の中でいくつか候補があったんだけど、まあこっちにしようと思ったんだけどこっちに変えましたみたいなケースとかが共通テストの結果で変えることあると思うんですね、はいはいはい、そうなった時に同じ対策じゃダメなことが結構あると思うんですよ、はい、なるほどなるほど。例えば配点自体が変わるっていうケースもあると思いますし、うん、まあ、出題の傾向も変わるってことあると思うんで、だからやっぱり常にその情報は最新情報にアップデートしていかないといけないっていうことは大事かなと思います。
そうですね、まあ、立教とかも共通テストの点数見てから4技能テストの配点を決めたりとかってやってますからね、はい、その後で、まあ、二次試験もいろいろ変更がある可能性があるとですね。なので情報収集も常にやっていかなきゃいけないし、自分が今の状況で受かりやすいのどこかっていうのを探していかなきゃいけないし、うんうんうん、でその上で受けるとこ決まったらその入試の過去問ちゃんと分析して今の自分に足りない要素をどうすれば可能性が上がるかっていうのを考えていかなきゃいけないって感じです。そうですね、共通テスト終わってからじゃないと志望校を、ね、決められない人たちもいますからね。本当に医学部とかでもね結構変えなきゃいけないっていうのがあったりしますしね、はい、であと心構えとしてとても大事なことが1個あって、それもちょっと言っておきたいかなと思うんですけど、基本的にその直前期の勉強っていうのは量で勝つんじゃなくて完成度で勝つってことを考えておいた方がいいってこと、うん、完成度、はい、要するにですね、これまで勉強してきたと比べて例えば間に合ってないケースなんかの場合っていうのはもう量で勝とうとすると完成度が絶対に間に合わないんですよ。全てを全部完璧にすることはやっぱできないんで、だとしたら例えば一冊やるメインの参考書が決めて、この中から出た問題は絶対に間違いないみたいな感じで、うんうん、例えば数学とか物理なんかをこの時期に相談来る子とかも結構いたりするんですけど、うん、そうだったらじゃあもうこの一冊いいから、もうこの一冊から出たものだったら絶対間違いないようにやっておいてって、うんうん、もうそれ以外が出たらもう正直もう諦めるぐらいのつもりで、うん、もうこの一冊だけは極めて、あとも過去問だけやり込んでいこうって言って、結構1ヶ月でもう点数3割ぐらいしか取れなかったのが8割9割取って二次試験受かったみたいなケースがあったりするんで、る覚悟が大事ですね、うん、これをもう極めるみたいな。なるほど、そうですね、もう全てをやることはできないですからね、この時期、はい、限られた時間ですからね。気をつけなきゃいけないことってあったりしますよ。なんかここは捨てる決断ですね、大事なのは。なるほど、これはその共通テストの時にも言ってたんですけど、結局全部の問題解かなきゃいけないわけじゃないじゃないですか、うん、そうですね、で同様にその直前期の対策も全部やらなきゃいけないわけでもないと思うんですよ。だからどこをやってどこを捨てるのかで、捨てるところに未練を残さないってことがすごく大事かなっていう、うん、捨てる行為自体がその点を取るための戦略の一つだって思わなきゃいけないっていうことですね、うんうんうん、間に合わないから捨てるんじゃなくて、そうした方が点がトータルで取れるから捨てるっていう覚悟でやっていかないといけないっていうことが大事かなと思います、ね、なるほど、そうですね、捨てる勇気って大事ですからね、そこに固執しちゃって、はい、取れる問題は後ろにあったのにできなかったとかってね、ありますからね。そうですね、で対策もなんかやりたいこと全部やっちゃった結果、はい、全部おろそかになっちゃうってこともよくあるんで、うんうん、やっぱその時間は限りがあるんで残された時間で一番コストパフォーマンスがいいやり方をしていかなきゃいけないっていうのはあるかなと。はい、 そうですね、それも本当一浪だろうと二浪だろうと結局この時期ね、はい、みんな時間がないってなりますからね、はい、最後、まあ、ただ限られた最後のここって上がりやすいですよね、上がります上がります、はい、一番ねこうぐんと、ね、やっぱ限られてる時の方がこう人間力出せるんで気に上がっていくんでね、本当に諦めないでやってほしいところなんですけども、はい、どうしか相談は結構やっぱり今来ます。まあ僕は一問一答の枠もやってるんであの辺に質問よく来ますし、あと校舎長とかから質問来るケースもやっぱりありますし、はい、やっぱこの時期は自分が何したらいいのか分かんなくなっちゃうんで、うんうん、はい、来た人はいっぱいいるんじゃないかな、まあ、スランプになるとかってよく言ったりもしますしね、この時期は。あと意外と会話そのものが大事だったりしますしね、解決策を求めてるっていうよりは安心したいっていうのも結構あると思うんですよね、この時期の相談って、はい、そうですね、それはありますよね。最終的に、まあ、メンタル重要ですからね、はい、僕とかがなんか精神論口にすると、はい、指導者が精神論口にしていいのかみたいな言われたりするんですけどだってね、精神がなかったら受験なんか乗り切れないですから。そうです、本当そうですよ、はい、まあ、あんな辛いことを、ね、やりたくないと思いながらやってたって絶対できないですよね。そう、本当にね、はい、こんなね人生のすごい岐路に立たされて、はい、ものすごいプレッシャーですからね、はい、だからこそ、まあ、この武田塾チャンネルでもねアドバイスのところで受験会場に行けって言って、はい、本当に受験の日プレッシャーで布団から出れないいっぱいいますからね。僕も泣きながら電話かけてくる子とか結構いますから、ね、ああやっぱり、はい、試験問題できなかったって試験の合間にかけてきたりする、で大変なものですからね受験っていうのはね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいなと思って、今日のね中見先生のこの言葉を、ね、はい、胸に受験会場に行ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ここから中見先生においていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。